スタークロプトン、よそ見しないでちょうだい。すみません、マダム小川。皆さん、飛行訓練の授業に新しい仲間が加わりました。ようこそ。今日の目標は、皆さんに安全なほうきの扱い方を覚えてもらうことです。ほうきを使って空を飛ぶのはあくまでも移動手段ですからね。それを忘れていた人もいるようだけど、急降下やループ飛行はこの授業では教えませんし、許すつもりもありませんよ。離れ技は豊橋天狗のようなプロたちに任せましょう。ファンじゃないのね。では夏休みも練習を続けていたか見せてもらいましょう。ではおさらいしましょう。まずはほうきに近づいて、はっきり上がれと命じます。浮いたらまたがって座席部に体重を預けなさい。上がれ。どうも。さあやってごらん。上がれ上がれ上がれ、このバカボロボケ。上がれ。片足を上げて両足でまたがる。横乗りはダメですよ。風が吹けば簡単に飛べます。飛んでいる最中に笛が聞こえたらすぐに地面に降りて。よし、それではまず中庭にある輪っかを飛びながら通り抜けなさい。注意するのよ。慣れるまで少しかかりそう。ほうきは学校のものだからね。あ、コツが分かったかも。おらず返却してちょうだい。その調子。もうほうきに慣れた頃ね。次はもっと上の練習をこなせるか見てみましょう。一連の輪っかは敷地をぐるりと巡っているわ。もっと難しいわよ。すごい眺め。いやあ、飛行日和だね。さすが僕。あ、古い船小屋だ。1年生のうちに湖を渡ってみてほしかったな。結構簡単。やるね。ちょっといい？すごくうまく輪をくぐってたね。ほこりまみれの学校のほうきをあんなに乗りこなすなんてすごいよ。君ならもうちょっと難しいことにも挑めるんじゃない？順番が逆だった。初めましてだよね。エバレット・クロプトンだ。君みたいなスリザリン生なら授業を抜け出すのに興味があるんじゃないかなと思ってさ。それは面白そうだね。何をするつもり？ちょっとした寄り道かな。こっちだ。まもなくツアーのお時間です。遅れないように。今飛んでるのが変身術の中庭の上だよ。今日は校長が窓際で紅茶を飲んでないといいけど。上から見下ろすのって最高だよな。この先は庭園だよ。ハッフルパフの談話室の窓がちらっと見える。僕としてはちょっと狭苦しいけど。どうしたらあんなに早く飛べるんだろう。コツを教えてあげる。スピードを出したいときは前鏡になるんだ。厄介な状況から逃げたいときに便利だよ。やっぱこうじゃないと。ヒッポガリフの血でも流れてるの？夕
名な橋があるんだ。なんと全部魔法でかかってるんだよ。見た方が早いか。フクロウ小屋だ。なかなか立派な建物だと思わない？ほうき乗りの小津に名所案内、最高のツアーだよ。小川先生の笛だ。今日のツアーはここまでにしよう。早く戻ろう。ほうきを返した方が良さそう。ここで降りたい。あなたたちどこに行っていたの？ああ先生、二人で少し特訓でもしようと思って。私の指示に従わないなら二人とも大きく減点せざるを得ないわね。ミスター・クロプトン、失望しましたよ。この授業を受けているの、それはあなたがまだ自分の放棄に対し敬意を持っていないからよ。でも先生。お黙り。今日の授業は終わりよ。あなたもよ。今後はもう少し分別ある行動を取りなさい。でもなかなかうまく飛べていたわよ。あら、スリザリンに来たほうきの天才じゃない。イメルダ、アルビーウィークスに。あいつが未だにほうきをアップグレードしようってあがいてるのね。手伝ってあげようとしたのよ。でも私の飛び方にあれこれ文句をつけてきたから頭にきちゃって。馬鹿げたほうきのテストにどうしてあんたを巻き込むの？まだ飛び始めたばかりよね。訓練でクロプトンと技術を見せびらかしたんだった？僕の技術に嫉妬してるんだね。嫉妬？スリザリンのキャプテンの私が？あんたなんかに？あの授業が初心者と問題児とどんくさい猿向けだってことはみんな知ってる。なのになぜかみんなあんたがライバルだと思ってる。そんなの耐えられない。ライバルになるかもしれないね。最近はこんなのがスリザリンなの？あのボロ帽子、基準を下げてるみたいね。おしゃべりはもういい。どっちが上か確かめる方法は一つよ。私はこのコースの上位タイム保持者よ。あんたに勝てる。スリザリン対スリザリンよ。コースのこと詳しく教えて。ねえ、困ってるの？5年生。いいわ、教えてあげる。集中力が要求されるわよ。速度と高度を先読みしないと何もできないから。他のコースはスタミナね。全部で3つ、大昔の生徒たちが作ったの。ブラック校長がクイディッチを中止にしたからもうこのコースしかなかったの。私が人気を復活させてみんなが競争に夢中になった。じゃああんたの腕前を見せてみて、5年生。うん、喜んで。記録を破ってやる。あんたが悔しがるとこ早く見たい。よし。いいね。
結構楽しい。そんな、きっとズルしたのね。いいわ、あんたの勝ちよ。でもこれで決まったわけじゃない。たった1回じゃ実力は測れないからね。1回でも勝ちは勝ちだよね。確かに下手じゃない。でも一目置かれたいなら実力を証明してもらわないとね。受けて立とうじゃないか。まあ素質はあるのかもね。そのうちわかるわ。あまり期待しないことね。次のコースはアイアンデールの近くだけど、もっと手強いわよ。またこのコースを飛んで肩慣らししておくことね。表彰台のスコアボードでタイムを確認できるし、レースも始められるの。アルビーウィークスのお使いついでに勝ちをさらってくなんてまぐれよ。次で化けの皮を剥がしてあげる。ウィークスさんも活躍を聞けば喜ぶな。結構楽しい。